はい、こんにちは、七夕久保田です。いつもいろんなとこへ行ってます。それでは今日はこちらをご覧ください。これは低圧マグネット。低圧マグネットです。どれくらいの低圧なんですか？低圧、実際起きてるのは6ボルト近辺だと思うけどね。そうすると1次コイルしか巻いてないんですか？1次コイルしか巻いてない。結構整備は大変でした最初は。そうでもない。大変でした。やっぱ大変。動くとこはなかったから。1次コイルも巻き替えたんですか？マグネットは巻き替えないです。大丈夫ですよね。大丈夫です。ただ磁石が壊れてたもんで、家庭の磁石が壊れてたもんで、それを探すのに割れちゃってた。割れてた。そうすると全然ダメですもんね。結局アメリカのオークションで探して。結構大変でしたね。じゃあ半年かかった。半年かかって。半年かかった。イグナイターの部分は大丈夫です。肩があったけど、ポイントっていうのは、普通のああいう回転マグネットのポイントみたいな、あんな感じしたんですか？そうそうそう、あんな感じだね。それでマグネットのコイルの軸の肩があったもんで、それはまあブッシュを作って入れ直したもんで。ある意味だから一次コイルだけだから壊れないよね。壊れない。で湿気にも強いし。指導性はじゃあいい方なんですか？指導性はいいね。6ボルトか。測ってみたんですか？けど実際のスパークするところの電圧はおそらく300ボルトくらいにはなってるよね。瞬間的だけどね。瞬間的に起きてる電気を切った瞬間に、磁力を維持しようとして瞬間的に電圧が上がるんですよね。誘導電流でね。それで300ボルトくらいのスパークが必要だと思って。実際は測りようがないもんでわからないけど。なるほど。オシロスコープかなんかじゃないとね。じゃあ磁石だけにちょっと泣かされた感じ。だから一番金額的にお金のかかったのは磁石を探すのに金がかかった。そうね。あとはカバーみたいなもんだけど。